気持ちいいな。お、オフィス、こんにちは、高幸です。今日はですね、今薄い峠の、まあ、下の方にいるわけですけども、ずっと気になっていたところ、大衆食堂アカシアの目の前におります。ここはね、どんなところかというと、まあ薄い峠ってね、大型のトラックのドライバーさんが、まあ、必ず通る道ということでね、奥の方に、大型トラックの、ね、ドライバーさんたちが、まあ、お昼に、やってくる、まあ、人気の大衆食堂かと思うんですけども、私まだ行ったこともないですし、情報も全く仕入れておりません。まあ、たまたまね、通りがかって、ちょっとねお昼時だったんで寄ってみようかと思います。どんな食堂なんでしょうか、楽しみです。では行ってみましょう。ガラガラガラ、入ってみるとたくさんのメニューが、これだけメニューがあると悩んでしまいますね。店内は昭和で時が止まってしまっているかのような店内でございます。まずはまだ夏も暑いので冷たいお茶が出てきました。私が頼んだのは生姜焼き定食、ボリューム満点ですね。お米も美味しそう。豚肉も美味しそうですね。珍しいのがこのゴーヤが入った料理、和え物、味噌汁もいいですね。家庭の味っていう感じですかね。ではいただきます。まずは白いご飯から。うん、お米もうまい。まずはこのゴーヤから。うまっ。こういうところです、こういったゴーヤの料理を出すのって珍しいですよね。ちょっとしたねお信仰とかはねよくありますけどね。じゃあ豚肉をパクリと。うん、味が染みてる。うん、肉も柔らかいし。はい、というわけで行ってまいりました。爪楊枝口に加えてもすいません。大衆食堂アカシアさん食べてまいりました。生姜焼き定食をね私は注文したんですけども、セットでねお味噌汁と、あとゴーヤと卵の、あ、卵、ゴーヤと豆腐の、和え物みたいのがついてきてね、非常に美味しかった。生姜焼きもねしっかりと味が染み込んでてね美味しかったですね。まあいろんな、かなりメニューは多かったんでね、いろいろこのね道を通る方は試していただきたいんですけども、まずは生姜焼き定食が私的にはおすすめかなと思います。ね、このね、でも本当にドライバーさんたちには本当に助かる食堂みたいですね。あんまりそのね食べるところがない薄い峠で、唯一ね峠の途中にある食事どころという感じでね、まあ、ビールを頼んでいる、ね、方もいましたけども、まあ、この時間に頼むっていうことはもう今日はビール飲んで寝ちゃうのかなっていうようなねお客さんも言いましたけども、まあこちらご夫婦でやっているね、食事どころ、ご飯屋さんで、まあなんかね、昔のなんていうんですかね、実家とかおばあちゃん家を思わせるような食堂でございました。ぜひ薄い峠を通るときはお試しあれ。ではまた。